ライフニュースマイクラ支局の女性記者、蓬莱ライフがホットな話題をご紹介。というわけで、本日は、アイテムは溶岩に触れても燃え尽きない、です。さて、燃え尽きないアイテムの作り方は極めて簡単。まずは地面から数メートル高いところに厚さ1メートルの浮遊床を作ってから、その上にブロック3個をご覧のように設置しましょう。次に、アイテムを捨てるキーを押して、ブロックの真下にアイテムを投げ入れましたら、さらにブロック2個をこのように設置してください。そうすると、うまくいけば、アイテムが浮遊床を貫通して地面に落下し、数秒後に再び浮遊床の上にテレポートして再落下する、といったおかしな挙動を繰り返すようになりますので、あとはアイテムの落下地点に溶岩を流し込むだけ、燃え尽きないアイテム、ぜひご活用ください。ホライフニューストピックスでした。ご視聴、ありがとうございました。